はい、どうもジェリーです。今回はプロセカのガチャの種類や各種開催時期についてまとめました。今後ガチャを引く際の参考にしてください。早速見ていきましょう。まずはガチャの一覧ですね。全体で見るとこのようになっています。工場ガチャ、期間限定ガチャ、カラフルフェスティバルガチャ、ワールドリンク、ユニーベ限定ガチャ、ワールドリンクサポートガチャ、バースデーアニバーサリーガチャ、コラボ限定ガチャ、各種優勝ガチャという風になります。この中でも工場ガチャは箱イベントと混合イベントの2つに分かれていて、1つのユニットのキャラのみが登場するのが箱イベント、複数のユニットからキャラが登場するのが混合イベントとなっています。また期間限定ガチャには限定復刻ガチャと呼ばれる1年後に開催されるものと、ランダム復刻と呼ばれる2回目以降にランダムで2つ同時に開催されるものがあります。またカラフルフェスティバルガチャにはドリームビッグと呼ばれる周年にのみ開催されるものもあります。この辺も詳しく見ていきましょう。また過去にあった星4確定ガチャやイベントメンバーガチャ、星3以上確定チケットガチャは現在は開催されないので、この動画では扱っていません。それでは順番に見ていきます。まず工場ガチャですね。こちら毎月2回、10日前後と20日前後に開催されて、工場の星4メンバーが3人ピックアップされます。星4の出現確率は 3% で、これが一番メインのガチャとなりますね。また工場ガチャにはガチャボーナスと呼ばれる一定回数ガチャを引くことで、星4やピックアップが確定で排出されるという機能があります。工場ガチャは実は引かなくていいガチャに見えて、ガチャボーナスがある関係でかなりおすすめのガチャとなっていますね。続いて期間限定ガチャ、こちらは毎月末に開催されて、限定の星4キャラクターが3人もしくは4人排出されます。毎月末開催されるんですが、3月、6月、9月、12月は後でも詳しく話すカラフェスと同時に開催されて、3月と9月は限定メンバーが4人登場するようになっています。またこの期間限定ガチャから排出される期間限定キャラには限定の衣装とヘアスタイルチェンジがつきます。他にも期間限定のバーチャルシンガーには最強スキルである 150% バチャシン限定スキルがつきます。こちらのスキルめちゃめちゃ強力で、イベランとかする際にはほぼ必須みたいなレベルで欲しいスキルですね。ただ期間限定ガチャ、それとこの後話していくガチャについては全てガチャボーナスはないので、一定回数ガチャを引いて星4が確定で排出ということはありません。そしてこの期間限定ガチャには復刻が2種類存在しています。一つが期間限定復刻ガチャ、いわゆる1年後に復刻される普通の復刻ってやつですね。基本的にここで当てないと再入手はかなり難しいといった感じになります。そしてもう一つの復刻の方がランダム復刻ですね。こちらは3周年以降に実装された機能なんですけど、2回目以降の復刻がランダムで2つ同時に開催されるというものになります。基本的にどのガチャがどのタイミングで来るかっていうのがある程度は予想できますが、確実にここで来るっていうのは分かりません。他にも通常に開催されるガチャとかもあるため、そのあたりも踏まえ、ランダム復刻ガチャでピックアップキャラクターを狙って引くっていうのはかなり難しいですね。続いてカラフルフェスティバルガチャですね。こちらは星4のピックアップ確率が2倍の 6% になるという、プロセカでとりあえずこれ引いといたらいいと言われるガチャになります。開催時期は3月、6月、9月、12月の合計4回で、3ヶ月ごとに開催といった感じですね。基本的に期間限定のキャラクターが3人もしくは4人、それと同時にカラフェス限定キャラクターが2人実装されます。カラフェス限定キャラには限定衣装とヘアチェーン以外にも強力なフェス限定スキルがつくので、こちらも狙っていきたいですね。またカラフェスにはドリームピックと呼ばれるものがあり、こちらは周年の9月のみに開催されます。もともとピックアップされているキャラクターとは別に、ピックアップキャラを2人追加で自分で選ぶことができます。こちらの選べるメンバーは過去のフェス限キャラもしくは工場メンバーという風になっているので、特定のキャラを狙い撃ちで引きやすいですね。個人的にはこのガチャがカラフェスの中でも一番、なんならこのガチャしか回さなくていいっていうレベルで優秀なガチャとなります。続いてワールドリンクユニーベ限定ガチャですね。こちらはワールドリンクイベントの際に開催されるガチャで、ユニーベ限定メンバーと言われるキャラクターが4人ピックアップされます。基本的に期間限定ガチャと同じですが、ユニーベ限定キャラクターは復刻っていうのが存在していません。その代わり以降のそのユニットの箱イベントのガチャで排出されるため、半分工場みたいなキャラクターとなります。また通常の限定キャラとは違い、限定衣装とヘアチェーンがつくのではなく、限定衣装と
3DMV アナザーカットというのがついて、特定の 3DMV を見た際に特殊な演出を見ることができます。続いてワールドリンクサポートガチャ、こちらはワールドリンクイベントの直前に開催されるガチャとなっています。こちらかなり特殊なガチャで、特定のユニットの工場メンバーのみしか排出されないというガチャとなっています。でまたユニイベ限定メンバーは登場しないので、ワールドリンクのガチャが来たと思ってこれを引いても限定キャラ登場しないので注意してください。また天井効果もなく、ガチャボーナスもなしといった感じですね。控え室を増やしたい課金税とかでない限り、基本的に回さないのがおすすめの結構まずめのガチャとなっています。続いてバースデーアニバーサリーガチャ、キャラクターの誕生日や記念日に開催されるガチャで、バースデーアニバーサリー限定のレアリティのキャラクターが登場します。こちらのガチャもちょっと特殊になっていて、星4の排出はないんですが、その代わり 3% の確率でバースデーもしくはアニバーサリーの限定キャラクターのみが排出されます。また誕生日記念日のそのキャラクターしか排出されず、ガチャは100連までに制限されています。そして天井も100連ですね。さらにガチャ開催時は過去のバースデーアニバーサリーガチャも開催されるため、今だったらバースデーガチャが3つ同時に出るといった感じになっています。バースデーを引いたら即撤退推奨のガチャですね。ただ控え室稼ぎには最適なので、キャラランを上げたいと思っている方は引いてもいいかもしれません。続いてコラボ限定ガチャ、こちらはコラボ限定キャラクターがピックアップされるガチャで、これまで悪の滞在コラボとサンリオコラボの2回開催されています。コラボ限定で限定の衣装だったり髪型だったりが追加されて、非常に魅力的ではあるんですが、ガチャ自体は闇鍋形式のガチャで、かつピックアップキャラクターが多いので、ガチャとしては微妙ですね。また復刻がいつ開催されるかわからないという注意点もあります。悪の滞在コラボは約1年半で復刻されました。この前開催されていたサンリオコラボは、次は1年後になるのか2年後になるのかわからないので、ガチャを引くかどうかは慎重に考えないといけません。ここからは優勝ガチャについて見ていきます。まずはセレクトリストガチャ、こちらは3ヶ月に1回開催されて、だいたい2月5月8月11月あたりに開催されます。好きな星4キャラクターを10人選択して、その中から1人以上確定で排出されるというガチャになっています。とりあえず1人星4が確定で、それ以外にも2人目以降登場しても、この選んだ10人から排出されるので、かなり美味しいガチャですね。次にハピネスパッケージガチャ、こちらも3ヶ月に1回開催で、1月、4月、7月、10月あたりに開催されます。星41人確定で、かつ好きなアイテムをね交換することができるということで、ガチャとしては準決勝2個以上が確定で入手できるので美味しいといった感じです。続いてセレクトリストガチャリミテッドエディション、好きな限定星4キャラクターを10人選択して、その中から1人確定というガチャで、先ほど紹介したセレクトリストガチャの限定版という風になります。周年の時に開催されて、1回5000クリスタルと少し高めではありますが、限定を確実に入手できるのでおすすめです。続いてメモリアルセレクトガチャ、こちらは好きな星4を交換できるチケットを入手できるガチャとなります。確実に1人星4を選べるのでおすすめではあるんですが、期間限定メンバーとかは選べません。最後にベストコレクションガチャ、こちらは 2.5 周年の時に開催されたガチャになります。投票で選ばれた26キャラクターのおすすめイラストのうち1人が確定で登場します。準決勝もセットでもらえるといった感じで、結構美味しいガチャですね。 3.5 周年にも開催される可能性が高いです。以上がプロセカの限定ガチャとなります。ここからはガチャの優先度っていうのを話していきます。推しガチャが最優先というのは置いておいて、ガチャごとに見た際に星4だったり準決勝だったりというところを踏まえて、個人的な優先度をつけました。1位がカラフェスドリームピックですね。まあ、こちらは言わずもがなピックアップキャラクターを自分で選べて、さらに星4排出率2倍なので、とりあえずこれ引いとけって言った感じです。次がカラフルフェスティバルガチャ、単純に星42倍なのでやはり優秀ですね。そして次が工場ガチャですね。限定ガチャではなく工場ガチャをおすすめする理由としては、やはりガチャボーナスの存在が大きくって、一定回数引くことに確実に星4キャラを入手することができるので、いわゆる爆死っていうのを避けやすいです。続いて4位タイが期間限定ガチャ、ワールドリンク限定ガチャ、コラボ限定ガチャですね。限定ガチャっていうのは総じてあまりおすすめできません。キャラクターのイラストや衣装、髪型といったアドバンテージはあるものの、ガチャ自体はガチャボーナスがないため、工場ガチャよりも低いといった感じになってしまいます。次にバースデーアニバーサリーガチャ、
こちらは星音がそもそも排出されないため、準決勝かけら換算をした場合は通常のガチャよりも低くなってしまいます。割と趣味の領域ではありますが、年に1回推しキャラに貢ぐっていうのにはいいかもしれません。最下位はワールドリンクサポートガチャですね。こちらのガチャについてはワールドリンクの限定ガチャの方を回せばいいので、正直引く意味はないかなと思います。優勝ガチャについては引ける人が限られているので別枠で話すんですが、こちらは基本的にドリームピックと同等クラスの優先度となります。優勝ガチャの中に順位付けをするなら、セレクトリスト、リミテッドエディション、メモリアルセレクト、ベストコレクション、ハピネスパッケージ、セレクトリストの順ですね。基本的には限定を入手できるだったり、星4を選べる、あとは準決勝の数とかで優先度をつけました。はい、ということで今回はプロ坂のガチャの種類や開催時期についてまとめ、優先順位をつけていきました。参考になったよって方はね、高評価やチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。